カザビクク大人の麻雀教えましょうの回です。はい、ということでクックよ、君はジャンケツさんです。もうちょっとジャンゴーですが、まあ、ちょっと苦戦しているねと。まあ、クックの弱点は明確なんです。クックとともにコメント欄にいるジャンゴー壁だって人いっぱいいるんですよ。そう、玉の場に入ったら全然勝てなくなったって人世の中にいっぱいいるわけですね。金の場では勝ててたのに玉の場では全然勝てねえって人がいっぱいいるわけですよ。そしてそういう人たちは総じて同じような弱点があります。守備力がない。今日は大人のバージョン、大人のバージョン何かというと、はい、守備力を高めるバージョンということですね。なるほど、守備力。今日教えるのはリーチされる前から守備をする方法です。今まではリーチ来たらそっから守備を考えろと言ってましたね。はい、違います。リーチが来ることを想定して守備の準備をしておくというということで、今日は守備の日としましょう。じゃあククに最初に聞きましょう。リーチが来る前に守備を考えるとはどういうことだと思いますか？なんか折れやすい牌をなんかちょっと何個か取っておくのかなって思っちゃいました。おお、正解。パチパチパチで、折れやすい牌とは何ですか？折れやすい牌、なんか端っこだったり、あのなんか、うん、もう切れてる地牌とかじゃないですか。おお、賢い。大体合ってるね。じゃあちょっとハイパイを見ましょう、はい、一旦ね。じゃあ大人のバージョンはまず自敗がね、守備力高いです。自敗なんだ。自敗の方が高い。だって1はさ、14とかで当たるかもしれないじゃん。確かに。あ、そっか、そういう時か。で今回は1、2人切ってるからまた違うんだけど、はい、まあ、基本的には自敗が守備力高いわけですね。こっちの方なんですね。そう、そか、今まではさ自敗からどんどん切っていけって言ったじゃん。そうですね、自敗はもう使えないんだと。しかし逆に言うと、自敗はあんまり使えないからリーチ後に打ってもあんまり当たらないとも言えるわけですね。だから自分の手がめっちゃ攻める手だったら自敗はいらない。しかし自分の手があんまり攻めれないよって手は自敗がいるという覚えましょう。つまりハイパイを見てこの手はいい手か悪い手かを判断する必要があるんですね。じゃあこの手を、はい、いける手かいけない手か判断してみましょう。どうですか？いける手か、あまりにも辛すぎますね、ここ、うん、ということはこれはいけないのですか？正解。これはあんまりいけない手です。という感じでいけるかいけないかをまずハイパイ見て判断する。これが大人の麻雀ね。はい、大人その1、ハイパイを見てまずいけるかいけないかを考えましょうと。で今回いけないと言いました。でいけなかったらじゃあ何を切りますかという話ですね。何切りましょう？いけないのでもう これが大事なんですよね。そう、これかこっち側になりますよ。はい、でそういう時に、うん、今までは E1 とか自敗切ればよしとしてました。はい、で今回大人です。あ、待てよ、もう先になんかこの辺からなんかやっちゃうとかそういうのがあったりするんですか？おお、でU1 とか切るのはもう大人すぎるみたいな、絶対上がれなくなっちゃうと。これか。そう、その辺を切るとはい、で大人のバージョンは大事な役が2つあります。本一とチート一。それは納得します。そう、確かに。なので本一とチート一を狙うような牌を切るのが大人。あれ、これ変わってないんだけどな、うん、でも本一は、これはちょっとね、損一だった。そう、じゃあやっぱこっちなんだ。そうだね、はい、確かに確かに。はい、こやつか。こやつです。じゃあこやつからバイバイしていって、はい、まあどっちかになるかみたいな。そうだね、まあ大体でもまあ満足度がいっぱいあるよね。そうですね、うん、この後の展開何が起きるか。そう、ということでこの打ち方は教えてなかったでしょう、はい。そうですね、お、やばいぞ。E の引いたよね。そうですね、あのドラにひっつくのうれしいですね。で、じゃあもう一回手を見て、はい、いける手と思うかどうか。ここはあってもな、まあ、なんとも言えんな。ただここちょっとつながり嬉しいですね、ここのつながりは、うん、ちょっと良くなったと思ったら、まあ、自敗を一個切るのもありだね。ああ、それで言うとこっちからなんとかしようかなみたいな。そうだね、とも他に使われたくないのを失礼して、うん、これでまだ様子見をしつつ、まだ、そう、二巡で思ったと思うんだけど、はい、大人のバージョンは序盤から考えることが多いわけよ。えぐいですね、嫌ですね。そう、今まではさ、もうとりあえず自敗と端っこから切っときいいよと言っていた。はい、しかしそれだとやっぱり報酬率がどうしても高くなってしまうと。確かに、ボカスカ打っちゃうので、ね、その後これも嫌になってきましたよ、自分は。そうだね、でただドラが3ピンです、それでもいいかなと。やばいやばいやばい。そう、こんなさ、今までは3巡目に考えることはなかったでしょう。そうですね。じゃあ何切ってみますか？
今なんかあの白も出たなーがあるんですよ、うん、はい、大人の麻雀もう一個、自敗は出てる方を残す。あ、まあでも確かにその方が安全だ。そう、これも大人の麻雀ね。うわ、逆だ。そう、逆なんですよ、子供の麻雀の逆、うん、逆だ。今までと逆のことしなきゃいけないんだ。そう、でも今までと逆をすればいいからそんなに難しくはないんだけど、うん、両方出たね、1個ずつね。両方出たね。で、おー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 、両方出たってことはどっちも守備的にいい牌なわけだね。そうですね、守備的に嬉しいですね。じゃあ ここでもう一回全体を見て、はい、白髪しか切るものなかったら白髪を切っていいわけよ。で、他になんかいらないのあるかなと探してみようと。シートの香り出てきちゃったなってなやつ、うん、これ統一にも難しいな。さすがちょっともう本一って感じじゃなくなってるな。そうだね、はい、賢い。これいいんですか。そう、じゃあね。いやー、なかなかやらない。1、2、3、チート率これむずいな、うん、3つじゃ自分はそう思わないが起きるんですよ。そう、チート率か分かんないけど、ま、とりあえず E1 はまああんまやらないのに切っておこうと。あまりにも離れすぎているっていうので。そうそうそう、よくないな。で1、2、3、4つか、ちょっと意識するかが起きて。そうだね、4つあったらチート率意識して良いと言ったね。目指すとまでいかないけど意識しますが起きつつ、はい、あの今の自分だったらこれやっちゃうから、この辺のちょっともうなんかあるやつ。ペペペペペ。そうだね。しかしまたここで1個言いましょう。はい、チートイツやるときに自敗は超大事だって。吐くとか最後にね、そう、もう1枚切れてるから、これで待ったらもう楽しいみたいな、ね、そう、楽しいし、これはヤバにある可能性が高いわけ。みんな持ってないかもしれないじゃん。あ、もう捨てちゃったりとかしちゃって。そうってことは、ヤバに吐く発ある可能性が高いってことは、自分で引いてきて重なる可能性も高いということだ。わわ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 、いけるかこの思考に。うわ、ちょっとあまりにもちょっと初すぎますね。 それは初めてすぎることが起きています。基本的に最初の1年はもう素直に手を進めてリーチをすることだけを教えてきました。そうですね、もうこれは言うたら子供のバージョンです。しかし大人のバージョンは自敗をうまく使いながらバランスを取っていく、これが大人、うん、自敗と一緒に頑張っていくのか。そう、自敗の扱いが大事になってくる。すぐ捨てろって言われてたのに。そう、これから大人は自敗をうまく使っていくわけですね。はい、特にチート率と本率はもう自敗がめちゃくちゃ大事。ふむ、一番最初の1列目で捨てていたものだった。そう、もうトンチュン白髪を切って残った手で頑張っていたんですが、はい、大人のバージョンは悪い手の時は自敗を残すのが大事。こうすることによってリーチ来た時にこの自敗を切れる安心感を持って進めることができる。確かにこれとこれ安心だ。そう、あのこの辺のお二人になら多分通るし。そう、うん、となるとこれは大事に取っておきたい。これつながりもある。まだ出てないなって感じで。そうだね、これの周り全然捨てられてないのがちょっと怖くなってきましたね、うん、そうだね。嫌ですね。嫌だね。多分みんなもドラ周りを持ってるのかとなると、うん、ペですかね。これをペだね。正解。そっか、なんか逆にこの辺とか7とか捨ててると、なんかこの辺は何かあるのかって思っちゃいます。おー、いいですね。あ、2個切れちゃったね。2個切れちゃった。で、シャアは、まあ、こっちも2つあるんで、もうじゃあ一応チート率のコツ言うね。もう一個、チート率やると決めたら2枚ギルド自敗も大事です。なるほど、確かに。もうあと1個はラストはみたいなところある。そう、2枚ギルド自敗大事な理由は、まず絶対1枚は山にある。もう一個はリーチ来られたらその2枚ギルド自敗はほぼ安全だから切れる。はあ、確かに。だから攻守でいいんだよね。ちなみにもっくいくよ。あ、でも待てよ、1枚切りの自敗は最強チート率なので、白を切るだけはない。白の方が強い、最強だから。で、2枚切りの自敗はまあ、安全面では最強、安全面最強で、まあ攻撃面でも1枚は絶対いると。だからまあそこそこの、はい、やばい、こんなに自敗大事にしたの初めてです。そうで、この手で普通に上がりに行くなら別にシャーとか初切っても良い。でも、もう微妙な手だからチートイツに決めるってなったら、チートイツで決めるって言ったら、なんかチートイツの教え的には、そのなんかみんなどうせこの辺使ってるだろうみたいな、真ん中ら辺使ってるだろうがあるだとかなんだとか。正解。そう、チートイツで決めると言ったら基本的に真ん中から切っていけばいい。この2個大好きだったな。普通に手がいけると思ったら残してもいいんだけど、はい、今回ね、もう完全にもうこれも隙間ばっかだしっていうことか。そう、こんな統一今までやったことなかったですよ。これを切る。じゃあバイバイです。バイバイ。
この辺来たら嬉しいですね。そう、クク、これが大人の麻雀。今までと違うよ。守備力が高いね。リーチって来られても安心だね。バイバイ。分からん。逆に分からん。全部ない。あ、でもなんか一個切れてるんですよね。チートの時はどうすればいいんだ。はい。チートの時を知らぬ。行きましょう、クク。急走一個切れてるね。はい。でも親に通るね。じゃあやっぱこれ大事なんだ。そう、一番いけると端っこは結構強い。通るか通らないから言ったら、まあ先にこれの方がまだ怖いから、14とかで待たれるの嫌だからってことか。そうで、もう一個あるよね、はい。なんだ、もう一個、もう一個、これか。そう、これもみんな通ってないね。どっちかを切ると。そうなんだ、将来のドラサバかもしれない。いいよ、123とかあるかもしれない。 OK。 いやだ、あ、ほら、ほら、なんかこの間が嫌なんです。この間嫌だね。まあ地位はいいからね、地位は。で、ここでもう一回考えるのは、はい、急走2枚切れちゃったね。 あららら、さすがにちょっと2枚切れの自敗は結構偉いわけよ、はい、自敗は偉いけど、こっちは話が違ってくるんだ。そう、2枚切れの数敗は全然偉くない。偉くないんだ。全然偉くない。まあこの8君にかけるかということで、うん、じゃあもうこういうことはこう。そうだね、これも怖いな、持ってるの。そう、それもあんまりいらない。急走とスーピーで、まあスーピーとかマシカで持ってるだけだから。はいはいはい、うん、スーピーはすぐ切る、急いで切るよ。わ、どん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 、なんか僕の、そうだね、持ってるものが出てきました。逃げろー、大人のバージョンが生きる時が来たね、ついに。これじゃあ生きろー。で、クク、ここで、はい、大人は何を切ると思う？大人は、大人は、なんか今まで枚数の多いものって言ったらこっち派もあったんですけど、うん、なんかこっちからなのかなって。西からですかね。西を切るということは、はい、まだチートイツ頑張りたいということだね。ちょっと頑張りたいですね。つまり、ね、まあどっちかというと子供だね、頑張りたいよと。大人はもうこんな手頑張らなくていいと。そう、その2枚ある9話を切って、この9話を切ることによって親からリーチ来た時にシャアを優雅に切ることができるね。ほう。シャア切っちゃったら、まだそうか、はい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 、親がリーチ来た時に9話は親に通ってないから切れない。確かに、あ、それは盲点でした。だから自敗はずっと最後の方まで残すといいわけ。そしたら誰からリーチ来ても安全に切れると。あ、じゃあ先にもう見えてる現物のものから。そう、はい、これが大人。もう端っこは怖いです。端っこ怖いね。しかし、はい、自敗たちがいるね。助かる、助かりました。そう、安心するでしょ、この自敗たちがあると。うん、補充しないでしょ、あんまり。あ、すごい、これもう一回、これ2個できちゃうやつですか。やった、これもう一回ポイしていいですか。そうしよう、こっちからポイします。この自敗たちがある、この安心感。うん、これもポイしていいですか。いいよ。あ、さあ、親が泣いたね。あ、今なんか親が泣いたから、なんかでもこれ大丈夫ですもんね。そうだね、危なかった。はい、積もられたけど、いやー、これスパーンってされた、ヒーヒーよかった、よかった、恐ろしかったですね。さあ、クク、安心して打てたね、はい、よかったですね。安心して打てる、はい、これが大人。なるほど、そんなもうないよとかしなくていいんだ。